こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。今回は動画として、久しぶりにお知らせ動画を作りました。何のお知らせかというとですね、多分もう皆さんも知っているかと思うんですが、 YouTube で今エンタメウィークっていう、催し物をやっていて、その中で19日から、金曜日かな、木曜日ですね、明日から、9月19日からスクエアエニックスさんの公式チャンネルで、ファイナルファンタジー13と13-2をリレー形式で実況していくっていう番組になんと出演させていただけることになりました。それでですね、この4日間、19日から22日までの4日間約80時間ほど通して放送される番組なんですけど、その中で21日の16時から18時までの4時間、を担当させていただけることになりました。一人でね、4時間、13クリアしたら13-2に行くと思うんで、多分日程的には13-2になるかと思うんですけども、4時間ちょっと公式放送というのに出させていただけるということで、とても緊張しているんですけども、よかったら、お時間の合う方は見に来ていただけたらなと思い、今回この動画を作ることにしました。もちろん他にもいろんな実況者さんも出てて、結構ニコニコ動画、ニコニコ生放送で活躍してる人も出るので、よかったら見に来てください。そのスクエアエニックさんの公式チャンネルは、動画の説明文にリンクを貼っておくので、ぜひそこに、そのチャンネル、その URL に飛んでブックマークをしといてもらえば、時間になったらそこへ行けば、放送が開始していると思います。緊張する。うわー、もうすでに緊張しているんですけども、一人っきりで4時間公式放送ファイナルファンタジー13-2頑張ってくるので、ぜひお時間の合う方は見に来てください。頑張ります。